それからこれ結構ねまた改めてあの話題になってますけれどもあの小銭を銀行に入金しようとすると手数料かかりますよっていう話題以前やりましたよねえで多くの銀行がえ小銭をね大量に持ち込むと1枚あたりいくらっていう手数料を取るわけなんですけどもついについに えゆうちょ銀行、最後の砦がゆうちょ銀行ですからね、ゆうちょ銀行が、えーえー、高価入金有料化に踏み込んだわけですね。そうすると、いよいよ、もう、駄菓子屋さんとか、慈善団体とかね、えー あと子供がちっちゃい時からね、えー、お母さんのお手伝いして、えー、5円、10円を貯めていったその貯金とかね、えー、あとそれから神社ですね、えー、要するに小銭をいっぱい受け取る人たちからすると、入金するとこれ手数料取られるわけですよ。はい。これはですね、まあまあ、民間銀行はね、いやーだって、 経済的負担が大きいしっていうことなんでしょう。えー、で、優長が一番最後ですね。もういよいよもう優長うも,もう無理だということで有料化ということですね。はい、ちょっと読みましょう。<laughs> ゆうちょ銀行で硬貨の預け入れをする際などに枚数に応じて手数料がかかるようになり硬貨を大量に扱う駄菓子屋や募金活動を行う慈善団体などに困惑が広がっている大手銀行ではすでに有料化されているが2万4000局の郵便局をはじめ全国津々浦々で利用できるゆうちょ銀行が導入した影響は大きく特例措置を求める声も上がっている ゆうちょ銀行では17日から硬貨の種類にかかわらず窓口で51枚以上の入金が有料となった ATM で預け入れをする場合には1枚から手数料がかかるすごいですよねへえ1枚から手数料ですよいや子供なんてどうすんだってことですよねえ 同銀は昨年7月に有料化方針を表明していた背景にあるのが機器の修繕など設備の維持管理や高価の輸送保管にかかるコストゆうちょ銀行によると負担は年間数億円に上る国の低金利政策が長期化し貸出金利と預金金利との差である利ザやが縮んで利益が圧縮されたことでこうした費用を捻出するのが難しくなったでもさあ いやマイナス金利でとか言うじゃないですか銀行でも日本のね大企業の中で最も稼いでるのは銀行ですからね じゃあこの、ね、みずほグループとか三井住友グループか1年間でどんだけ利益を出したか興味ある人見てみてくださいとんでもない利益出してますからね <laughs> それで、いやちょっと負担がとか言って、えー、金利がとか言ってきますけどいやいや、そんだけ稼いでおいてよくそんなこと言えるなと私なんか思ってしまいますけどね赤字、赤字だったらまだわかりますよだって普通にね一つのグループでもう1兆円近くずつ稼いでるんですから。 そんな稼いでおいて数億円出し渋ってるわけですよいやだから何か理由を言わなきゃいけないから言ってるけどいやいやいやこんな稼いでる連中がさ何を言ってんだって話ですよはい、はいえー、でなんだ <laughs> 令和元年12月の三井住友銀行を皮切りにメガバンクが相次ぎ有料化する中無料だったゆうちょ銀行では硬貨での入金者が増加傾向にあり硬貨以外のコインなどが紛れるなどして機械の故障がたびたび発生。ゆうちょ 郵便局のほとんどは ATM の設置台数が1台で時間のかかる高価での入金で ATM が占領されると他の利用者の待ち時間が増加することもあり今回有料化に踏み切ったただ高価での支払いが多い小規模商店などでは困惑の声が上がるアメ,リアメやガムを主に100円未満の駄菓子を扱う駄菓子屋は駄菓子屋はるちゃん東京江戸川 ではスマートフォンなどキャッシュレス決済の手段を持たない子供が主なお客ゆうちょ銀行が手数料の徴収を始めた17日以降は手数料が発生しないように小銭をお札に変えた上で窓口に持っていく効果を50万以下に抑えているという店主の内田春江さん65歳は子供たちは1円玉や10円玉で代金を支払うので効果がすぐに溜まってしまう手元に残った大量の小銭はスーパーなどでの買い物で使うしかないとこぼす これね、一応、法律を言っておくとじゃあスーパーでお会計500円ですって言われて1円でも500円これで払いますって言うと何が起きるかというとスーパー側は法律を盾に拒絶できます、あれ確かね、20枚かな <laughs> えいや、もちろん受け取ってもいいんだけど20確か20枚ですね。えー、以上を出そうとするとこれはですね、あの拒絶できるんですね。<laughs> はい。もうこれも法律で決まってるんですよ。えー、だからそれはね、1000円の買い物するのに1円玉1000枚とか持ってったらめっちゃ嫌がらせじゃないですか。か神社でも何でもね、駄菓子屋でも大量に溜まったね、えー、その小銭で普通に買い物とか、えー、えー、できれば何とかなっちゃうんじゃないと思ったらとんでもない。それできませんからね。えー、すいません、これがそんなたくさん受け取れませんって言ったら、えーえー、あのー、拒否できるんですね。はい。これあの、 えー、例えば、えー、千円札とか別のものだったら拒否できないんですけどもこれ20枚以上だと本当に拒否できちゃうんですねだから大量の小銭が、ね、だから神社で巫女さんにお給料を払うのにごめんね、1円玉でとかで,できるかやったらこれもだめですからね <laughs> だから神社の支払いでも小銭は使えないわけですよ。はい はいえー、さらに読んでいきましょう、えー、広島県福山市でコインパーキングを経営する男性も、新型コロナ禍で観光客が減っている中、手数料の負担は重い、ATM での入金が無料のメガバンクと異なり、えー、有料のゆうちょの影響は大きい <coughs>、えー、と口にする、だから、えー、一応、えー、っと <coughs>、ATM の場合は、あのメガバンクは ATM は、まあ、何枚以下っていうのはまだ無料らしいんですけど、ゆうちょはいきなり、ATM で1枚の入金にも。 料金をすすってわけですからねそれはコインパーキングの日なんかコインですからねほら困ってしまうでしょうねメガバンクと取引がある企業はまだいいお菓子のデパート吉屋を展開する菓子卸販売の吉屋大阪府摂津は高価入金に伴う手数料を取引するメガバンクから減免してもらっているという <coughs> 担当者は規模が小さい商店などは措置が受けられず負担になるのではと話す有銀行は災害の義援金金や寄付金の 対して送金手数料を免除しておりこうした寄付金については硬貨の入金手数料も無料にする方針しかし線引きははっきりしない日本盲導犬協会は昨年ゆうちょ銀行に対し手数料が免除される特別な口座の開設を申請したが却下の通知が届いた え盲導犬協会よ <laughs> なんか普通にコンビニとかで盲導犬のね、えー、なんとかで募金とかあるじゃないですか <laughs> どう考えたって、えー、社会保守活動ですよねその盲導犬協会が却下されたというねいやーひどだそれね銀行が赤字ならわかるんですよめっちゃ稼いでるくせによくぞそんな血も涙もない悪魔みたいなことができるなと思いますよ <laughs> 適用の条件や審査の過程に不透明な部分もあり、支援者からは落胆の声が出ているという。同協会では個人商店やスーパーの協力を得るなどして全国1万8000カ所に募金箱を設置、企業や個人からの寄付と、募金で活動費の大半を賄っている。募金の総額は年間約1億5000万円に上る。協力者が遊戯銀行を利用して入金しているが、入金手数料を負担してもらうわけにもいかず、募金の一部を当てるしかないという。同協会の担当者は支援として1円、10円と募金していただいた ものが事実上目減りしてしまうのは、えー、心苦しいと話すとこれね、うん、ゆうちょ銀行の場合 ATM だとこれねこれすごいね手数料の金額がえー、っと高価で入金しようとすると ATM で入金すると1枚でも110円かかるんですよ25枚まで110円かかるんですね110円ですよ で ATM で1円玉入れようとすると110円手数料かかるんですよ500円だって390円に目減り,りするんですよこの手数料制って何なんですかねいや血も涙もないよね窓口ですと例えばですね、えー、ゆうちょ銀行の場合50枚を超えると550円です一律だから1円玉50 51枚からね 51枚持っていくと一律窓口で550円かかるそうですだから1円玉を51枚持っていくと51円ですよねそれに対して550円手数料を取るってわけですねいやーこれ岸田内閣よりひどいですよあの社会主義政策を取る岸田内閣だってそれ以上の金は取らないですからねこれ追いはぎみたいなもんですからねこれ いや、これね、あの、社会的弱者が一番来るわけじゃないですか。はい。で、私以前言ったのは、あれですよ、神社ですよ。だから皆さんいいですか一円玉は入れないでください。一円以上手数料かかるから。はい。だから、普通神社に一円玉入れたら、 1>, 1円分寄付ででででききたと思うじゃないですかできてないいすすかてよ1円玉を入金しようとしたら神社は1円以上手数料払うんですねだから5円玉入金しようとしたってね、えー、100万円あたり何百円とかかかっちゃうんだからそうすると1枚5円とかかかったりするわけだから5円玉も全然マイナスですよええー、まあ100円ぐらいだったらまだいいですけどもねはいというかもうこんなんだったらもう1円玉5円玉廃止した方がいいよええー、と思いますよね そうそうだから神社の収入は減りますよねだから皆さんにお願いしたいのはもうねあのご縁がありますようにとかねそれただのダジャレですからねそれ真に受けてご縁玉入れないでください小学生とか幼稚園生ならいいですよお賽銭って何だと思いますおつですからねだってほら知り合いの家に行くんだってお菓子より持ってくでしょ でね、神社に行ってねこれしてくれあれしてくれって神社って神様のご自宅訪問みたいなもんですからねそこでねお世話になる方に何かお供物を持って手ぶらってわけにいかないから何かお供物を持ってくんですよただ参拝者がみんなね飲み物だ食べ物だ持ってくるこれ収集つかなくなっちゃうからおさい銭なんですよだからね1000円入れると1000円分のお供物が上がるんですよ5円入れると5円分のお供物が上がるんですようまい棒1本買えないんですよ <laughs> それでいてね厄よ、えー、けだとかね結婚したいとかですねもう散々ね「やれなんか、えー、金もうけさせてくれ」とか言うわけでしょで「5円がありますように」って「ご縁 <laughs> <laughs>」うまい棒も12円ですからね、うん、そうですよこんなダジャレですよだって別に目上じゃなくたって後輩のとこ行くんだってこれ結構おいしいの食べてるとこやりません 1000円のものだとちょっとしょぼいですよね。もうちょっとぐらいなんですか、1800円とか。ね <laughs> いやー、だからね、もう神社に行くときは、札を入れてください。最低でもね。札ですよ。神社に何お願いするんですそれ手,に手土産1000円って何買えますそれだって大したもん買えないですよ。<laughs> ビール3本も上がんないですからね。<laughs> でせめて札。いいですか。もうね、 もう小銭もう500円もやめようもうせめて殺にしましょう、ね、ですから神社に行ったら殺「殺いいですね。<laughs> <laughs>